Alright guys, what's up? Ranger here, so welcome to our channel, Ranger and Rin. Playing Scarlet Nexus, this is gonna be the bonding episode for Kenma. I mean, my bond with him is really low. Just finally getting up higher. Do I have any gifts? Oh yeah, sandbag. Kanshasuru. You can buy the gifts from the store, you have to exchange it. He's probably- oh, there he is, okay. Found it. Are? Genma? どこかに出かけるのか？ああ、墓参りにスメラギリオへ行ってくる。あそこの合葬墓に知り合いが入ってるんだな。ごたごたしている時にすまない。なるべく早く戻るつもりだ。スメラギリオか。迷惑じゃなかったら俺も一緒に行っていいかな。ゲンマとどこかに出かけたことってなかったし、俺スメラギリオの雰囲気好きだし。そうか、俺は別に構わない。では行こうか。ゲンマ、まだ戻ってこないな。ま、お墓参りはゆっくりしたいよな。せっかくだし、待ってる間におみくじ引いてみるか。バッキーちゃんコラボ、まだやってるはずだし。うわ、すまん、待たせたな。どうした、何か問題でもあったのか。それはおみくじか。おみくじにまだ持ってないバッキーちゃんの悪キーがついてたんだよ。悪キー、つまりキーホルダーか。お前は本当にそのバッキーちゃんとやらが好きらしいな。だってほら、めっちゃくちゃ可愛いだろ。この丸くてもちっとしたフォルムと癒し系の表情。そういうものか。あ、いや、すまん、俺には若者の感覚がよくわからないんだな。それは流行っているのか。ああ、大人気だよ。雑誌でもよく特集組まれてるし、スメラギリオのおみくじともコラボするぐらいだしね。気になるならゲンマも引いてみるか。いや、俺はいい。もう十分長居してしまった。久しぶりの墓参りで報告することが多くてな。合葬墓に行くって言ってたよな。誰のお参りだったのか聞いてもいいか。俺の両親と友人たちだ。家の墓はもともと別にあったんだが、数年前に墓じまいして合葬墓に入れてもらった。墓じまい？俺には兄弟も子供もいない。ギャリソン家が俺の代で終わる以上、個別の墓はいらないということだ。でも将来子供を作る可能性はあるんじゃないか。海抜群を退役してから結婚する人も多いって聞いたけど。要領のいい奴らはそうするんだろうが、俺は戦い以外のことは何も知らずに生きてきたからな。それに退役する以前に戦死する可能性もある。ここに眠っている友人たちのように。まだゲンマは退役してないだろ。なのにもう人生の終わりのことを考えるのか。俺の実年齢はもう50過ぎだ。海抜群なら人生の幕引きに思いを巡らせるのは普通だと思うがな。そういうものなのかな。俺は50過ぎってまだそんなことを考える年齢じゃないと思ってたけど。それにもしかしたら今から大恋愛するかもしれないし、この先何が起きるかなんて誰にもわからないよ。大恋愛か。いや、さすがにそれはないと思うがな。まあ可能性が全くゼロだと言い切るつもりはないが。そう、可能性はまだあるよ。いつもやらないこととかをあえて体験してみたら何か起きるかもしれない。
老け込んでる場合じゃないって思うようになるかもしれないよ。老け込んでいるか。あ、ごめん。いや、まあ実際老けているのは事実だ。それだよ。それが良くない。良くないっていうか、もっと前向きに行こうよ。ゴーホーチルドレンだろ俺たち。もっと子供っぽさを取り入れようよ。子供っぽさ、例えばなんだ。まさか缶蹴りや駒回しじゃないだろうな。いや、それは古代の子供になっちゃうけど、あえて今の流行りを追いかけてみたらどうかな。新しい流行か。いや、やはり俺には。そういえばこの前バッキーちゃん特集が載ってた雑誌に流行りの店とか食べ物の情報もあったな。俺も少し興味あるし、今度一緒に行かないか。正直なところ気は進まないんだがな。お前なりに俺のことを考えてくれているのは分かった。そうだな、一度ぐらい付き合ってみるとしよう。やった。それじゃ俺もっとよく調べておくよ。ありがとう現場。いや、それはこちらの言葉だ。よろしく頼む。現場、また少し体が大きくなったか。そうか。最近トレーニングの調子が良くてな。へえ。何か心境の変化でもあったとか。少し恥ずかしいが、お前に負けたくないと思うようになってな。年寄りの冷や水と笑ってくれ。Out of all the SAS I have, Genma is just really drains really fast. Alright, Nabi doesn't have a bond episode, I'm just gonna talk to her here. Nope. About these two.End it here. I'm gonna change their appearance first. So let's see how that goes. Thank you for watching. Like, share, subscribe. Please help our channel grow. And I'll see you in the next video. Thank you.